こんにちは、KZP プラスです。動画の更新が、滞りまして誠に、申し訳ありません。今回の動画は、いつもの動画にも増してただの、プレイ記録の意味合いが強いです。制圧戦の中ボスと大ボスとの、戦闘記録になります。正直なところ、特に対策を立てずとも全力オートで、周回ができる程度の難易度なので、今回は解説なしでいこうと思います。せっかくのゲームボーイサガの敵との対戦です。ので戦闘記録を残しておこうと思います。今回は錬成武器というものが追加されましたのでひたすら周回して錬成武器を作ることに全力を注ぐべきです。私もやっと3枠 SS アビリティの武器が出ました。動画制作をサボって周回したのに結局この一つしか3枠 SS アビリティ派出ませんでした。なかなか厳しいです。この武器は女神用ですね。Twitter にも載せたのですが、このエンシェントグローブ、即プラス、と、SS 武器のマトリの爪、ヒプラス、愛の手袋、ヒプラス、のダメージを比べてみますと、なんと S ランクでありさらに知力武器、でなく、即プラス、であるエンシェント、グローブの方がよだめが大きい、ではありませんか。約3万、ほどダメージが増えました。アビリティの効果が本当にでかい、36% のアビリティが3個つけば、さらによだめが伸びますね。良いアビリティを引き当てるのは、大変ですから、ほどほどに頑張ろう、と思いますが。もう終わっちゃう、わら。さて、前置きが長くなりましたが、今回の動画の本題です。先に述べたように、そんなに難しい、敵ではなく周回もたやすい難易度、でありますから、解説なしです。戦闘記録ですね。
今回の制圧戦のボスである、アポロンの変身後ですね。今回、復刻したイベントである、アポロンとの戦い、ロマンシング、の時、に比べるとだいぶ優しくなってます。セルフバーニングによる熱属性を、無効化すると奥義につくもないし、ドロドロ状態になって、早く倒さないと、自爆しちゃって全滅するという、ギミックもありません。ちょっと残念でもありますが、今回は、レイド形式なのでいつも通りダメージ、ミッションがあります。80万、です。弱点であるだと熱で攻めれば、さほど、難しくなさそうです。セルフバーニングの無効化がない、ことから安心して熱属性攻撃の、キャラを選んで OK です。過去のロマンシング難易度の攻略は、再生リストにあります。今回のレイドはなんと制限ターンが、5ターンと、これまでのレイド戦闘より、短くなっているのが特徴です。話が違う、これでは80万、出せるか、わからなくなってきたぞわら。とりあえず、弱点であるだと熱属性、攻撃ができるキャラを適当に、並べてみました。引いたばかりのアポロンは、単体攻撃、セットにします。乱れ正宗から、正宗クラスですね。女神も同じく単体セットです。復帰の光から正宗プラス、ですね。全体回復もあるので本当に頼りになります。
武器は先ほど紹介した、エンシェントグローブ装備です。ブスタフは暴滅複合攻撃できる、デュアルインパクトを使います。通常攻撃が入ってしまうのが、もったいないですが限定キャラを、所持していないのでしょうがない。カウンターにも期待して前線に、配置していますが、アポロンは直接、攻撃が少なめでしたので別のキャラ、の方が結果的には良かったかも。今日は、熱霊複合攻撃できる、スペクタルゲートをメインに、DP で技のクロスとファイアもあります。カラオクセイです。念のため回復薬として、働いてほしいので生命の水を継承。こちらのカウンターを期待して前線に配置しましたが、それより気力、アップ陣形にした方が良かった。エミリアはバレットガンチ継承して、精密射撃で DP 貯める形です。エミリアを気力アップ1に配置してるなど、明らかにダメダメです。が、ミッションの80万、ダメージは余裕で、超えていますね。もし厳しい方は気力デバフなどで、回避戦術や火ダメ軽減でいくように、戦略立てすれば良さそうです。アポロンは結構錬成素材落とします。ので挑戦権の、肉、がある限りこの、アポロンを周回するのもありのあり。と入っても、次のガチャ告知が、ちゃいましたから急がないとです。私もできる限り周回頑張ります。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。